早乙女恵子です。アンアンとの思い出は学生の頃からずっと憧れていて、マガジンハウスの編集になりたいぐらい好きでした。それは叶わずイラストレーターになったんですけど、そんなアンアンに初めて出たのがケミストリーと、なぜか私が間に挟まれグラビアを撮るという仕事で、なぜ私がと思ったんですけど、今思うとそういうところがアンアンの良いところなんだなと思っています。アンアン50周年おめでとうございます。50年っていうと自分の人生も、割とそういう50年に近づいてきてるわけなんですけど、自分の人生50年ってあっという間だなと思うんですけど、アンアンの50年っていうのはその時々でいろんな若者のとか女性の人たち、いろんな時代を超えてそれぞれ寄り添ってきたって思うと、その50っていうのはすごいとてつもなく長くて歴史のある年月だなっていうふうに思います。これからもずっとこの先も何百年とかもそれぞれの時代の女性の人たちにずっと寄り添って楽しいことをたくさん教えてくれるといいなと思います。アンアン